でね、この車の魅力の一つにこのシートめちゃくちゃ可愛いんですよね。なんかほんわりする癒される感じの、そしてねこう質感もいいですよね。このなんだろう、こちらブラックでね、上がこう、まあ、ベージュの色でね、なんかこのメリハリ、あとね物たくさん置けるとこスペースいっぱいあるしね、ほんとねこのちっちゃな車の中にいろんな要素をねこう詰め込んだね、詰め込んだ魅力ある車ですね。おっと、ほんでねこれ割れたんですよ。このバックミラーをこうすると、このバックミラーですね、あの後ろのカメラでデジタル画像でのバックミラーです。ですから、なんだろう、例えばこう普通のミラーだとどうしてもこうこれが映っちゃうけれどもね、このデジタル化のデジタルのバックミラーになると後ろのね景色が全部見えるっていうね、要するに最先端ですよねこれはね。ほらもう全部後ろが見えるんですよ。はい、そしてね、今冬じゃないですか、とっても寒いんですけどね、何が快適かっていうと、このシートヒーターがねついてるんですよ。もうポッカポカですよ。そして、ね、このナビがね、こう何インチって言うんでしょうね、もうちょっとでかくて、この車のサイズの割にはやたらとねこのナビが大きくて見やすくて、ものすごい快適です。いや驚いたのがこの後ろの広さ、こうですよ、こう本当に、いやこれはびっくりです。これ K で後ろがこんな広いっていうのは、K でなくてもねこんだけ広いのはなかなかないです。本当にびっくり。